ますけど。でもさ、このバンクールっていうのね、よくあれ NHK かなんかやってますけどね、深夜ね、わかんないけど、カツ丼の卵がクールだとか、その程度の話をさ、積み重ねてね、やめろって話。しかも情けないのは、そのクールジャパンとかいう政策、それ自体がイギリスの真似なんですよ。うん、イギリスのトニー・ブレアって軽薄なやついたじゃないですか、それこそアメリカナイズされたような感じで、彼の時になんかどっかの若造のコンサルタントかなんかがそういうアイデアを出して、でたまたまイギリス景気が良くて、でイギリスもそれこそビートルズ以来のポップカルチャーありますから、それが流行ったんですよね。それの真似してるらしいんですよ。でもそっからしても真似で、もう勘弁してもらいたいですよ、ね、そうですね、あなた映画に詳しいか、朝子さん。なんか世界の映画監督にアンケート取って、戦後最高の映画は何かっていうんで、小津安二郎 の、 あの東京物語だって言うんですよね。まあこの今映画番組じゃないからだけど、東京物語っていうのは要するに戦争で戦後になって滅びていく家族制度のね中における親子とか嫁とか何かのね、その愛情の天変を非常に濃密にね描いたもんですけどね、それがその全世界の監督のね最も推薦するものだと、こういうふうになってるわけでしょ。それクールジャパンっていうと全く逆ですよね。日本に限らず各国のねナショナルなものがどれほど重要で、かつどれほど今危ない状態になっているかということを感じるってことの結果がそういうアンケートになってるわけですよね。ところがそのことを日本人が自覚しないんです。テレビとかでその見てると、そのクールジャパン政策って政府がやろうとしてるんですけど、意外とその政府が持ち上げようとしてるそのポップカルチャーの担い手たちは、そんな外に打って出て稼ぎのためにやるとかいうのに結構抵抗していて、政府の力でなんで俺たちが貿易黒字を稼がなきゃいけないんだって、俺たち好きでやってんだからっていうような反発心があって、いやそもそもポップカルチャーですから反権力的なところがあるわけですよ。そういう感じでやってましたね、テレビで見てたら。僕はなんかその気持ちはよくわかりますね。我々の話自体がちょっとポップ調だったけど、それはとにかくやはりなんて言うかな、ナショナルなものっていうものはね、うん、あらゆるところにもう人間一人一人の、国民一人一人の頭とか皮膚の中にもね浸透している。もちろん人間っていうのは複雑な存在だから、そういう自分の中に染み込んでいるナショナルなものをある時ねやっぱり振り払いたいと思うこともあるんですよね。最高道だアタッチメントっていうのは愛着を感じると同時に、やっぱり振り払いたい、デタッチしたい、離れたいってこともありますけどね。でもね、おそらく国民の歴史っていうのはね、その自分の定住しているところのナショナルなものにアタッチすると同時にデタッチするというね、その両方向の動きをね、どういうふうにバランスを取るか、局面局面でどうするかってことの振る舞い方が本当のナショナルネスとして歴史的に残ってるんでしょうね。